アレクサンダー・ファン・オラニエ・ナッサウは、オランダの王族。全名は、ウィレム・アレクサンダー・カレル・ヘンドリック・フレデリック。ウィレム三世の三男。長兄、ウィレムの死によって、オラニエ公となったが、父よりも先に没したため大いにつくことはなかった。少年時代のオラニエ公。 アレクサンダー・アレクサンダーは1851年8月25日、ウィレム3世とその日であったビュルテンベルクをビルヘルム1世の王女、ゾフィーの間に第三子としてハーグで生まれた。1871年から1874年までライデン大学で学び、以後はかつてヨハンデウィットが暮らしていたハーグのクネウテルディク宮殿に住んだ。1879年に 兄のオラニエコーをウィレムが没すると、王太子としてオラニエコーに除された。アレクサンダーは1884年6月21日に、チョーチフスのため死去した。彼は未婚であり、子供はいなかった。外国滞在中であった、ウィレム三世は7月15日に帰国し、アレクサンダーの遺体は7月17日に、デリフトの新教会に葬られた。 彼の死によって王家から男子が不在となったため、オランダ王位の推定相続人は、ウィリアム三世と5歳エンマとの間に生まれた王女、ミルヘルミナとなった。ロッテルダムにあるポルダーのプリンスアレクサンダー・ポルダーや、ロッテルダム北東部の地区プリンスアレクサンドルはいずれも、アレクサンダーの名前にちなんでいる。ありがとうございます。